今季4本目無事ゲットすることができました。ルアーはこれ、島のカーディフ、フリューゲル。子供プロダクションチャンネルでございます。というわけでお恥ずかしながらバラシが混んでます。2022年度は4キャッチ、バラシは下流中流含めて確か12くらいだったはずです。まあ全体的にバラしすぎなんですよね。そんな状況ですからベリーヌフック、通常のトレブルフックに一時的に戻してます。普段は私根掛かり回避で下向きのね、ここのベリーヌフックは1本折って使用してるんですが、バラシがキャッチの、まあ、2倍ね上回ってるんで、通常のトレブルフックに交換するに至ったわけなんですよね。今回当然ながら普段根掛かりしない場所での根掛かりがやはり増えましたね。バラシ軽減と根掛かり率は、まあ、トレードオフといった感じでしょうか。秋田県は解禁から約1ヶ月経ったわけなんですが、印象としては小石川全体的にかなり渋い状況が続いているようです。というのも毎年数釣ってる方たちも今年は苦戦しているようなんですよね。どういうわけなんでしょうね。遡上が遅れてるのか、個体数が少ないのか、その両方なのか。
まあ状況はどうあれやることは一つなんですけどね。川に出向いて思い思いのルアーをキャストするだけ。ということで引き続きこの冒険楽しんでいきたいなと思ってるんですが、ちょっと道具の方をね今期新調したんで少し紹介していきたいと思います。まずは今期からウェディングシューズ新調したんですよ。今まであの紐のタイプ使ってたんですが、これシムスのボアシステムってやつなんですが、今までの紐はまあ皮入る前にここまあ紐縛るんですが、濡れてねしばらく歩いてると緩んできてこうブカブカになってきちゃうんですよね。でまた紐ほどいてこう締め込む作業が必ず必要なんですよ。でその締め込む作業の時に結構な力で締め込まないと足フォールドしてくれないんですよね。でその時にこう、まあ、力もいりますし指が結構なんていうのかな痛いっていうかこう辛いんですよね。でもっと気軽にできないかなってことでこれ今回チョイスしてみました。本格的に渓流に入るんであればフェルトソールの方が滑らないんでしょうが、桜マス釣りでは護岸に立つことが多いんで今回はビブラムソールにスタッと、まあ、スパイクみたいなものをつけたスタイルで使用したいと思います。これねこれスタッド。スポット入りますね。今これ初めて実際に入ってみてるとこなんですが、非常に履きやすい感じがしますね。あ、もう閉まったかな、ね、非常にイージーでいいですね。あ、閉まってますね。あ、もういいか。で、これどうやんだろうね、これ緩い感じするんだけど、もうちょっと上にするのかな、こんな感じ。ちょっとここの始末は分かんないんだけど、まあ、いい感じだと思います。それでは実際に歩いてみましょう。今このような丸い大きめの石がゴロゴロと敷き詰められた場所しばらく歩いてきたんですが、こういったねこのつるっとした石っていうのかなに苔が生えたような場所だとフェルトの方が安定して歩けるかもしれません。まあこれスタッドがある程度効いてもうつるっと滑るってことはなかったんですが、まあジリジリジリみたいな感じで若干滑るような場面は何回かありました。でも思ったほど滑りませんでしたね。十分使えるかと思います。これ実際に装着感もいい感じでした。私は秋田市広面の D ループさんで試着させていただいて、まあ、購入したんですが、他にもいろいろとね相談に乗っていただいたりして自分の目指すスタイルっていうのを形にするための装備面でのアドバイスっていうのをしていただきました。大変助かりました。あと続きましてランディングネット、ランディングネットねこれなんですが、これも D ループさんのオリジナルの何だったっけな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、オーダー家具の職人さんが制作したネットらしく、まあこの塗装も漆塗りでね非常に美しいんですよね。こんな感じすごく綺麗でしょう。ネットのカラーも明るいモスグリーンみたいな感じでとても気に入ってるんですよ。重さも今まで使用してたネットに比べて軽い感じなんですよね。ですから体への負担も軽減することができそうですね。まあ体というかこれベストにつけるんで肩がどうしてもこうなんていうんですかね締め付けられる感じになっちゃうんでその軽減ができそうです。で先ほど触れたボアシステムのこのブーツ、これね、これ導入の理由は
私くらいそこそこ年齢重ねてきますと、まあ、楽するところを楽しないといろいろと回らなくなってくるんですよね。仕事だとか、あと家ジョブ、いろいろここに責務ありますからね。そういうところに皆さん疲労を持ち込みたくないわけですよね。まあ、言ってみると私がギリギリまで遊び抜けるのも釣り人のために本気でデザインしてくれたこうしたアイテム、まあ、ネットもそうですが、そういったものの恩恵に預かってるってことなんですよね。商品開発に携わった方々に心から感謝と言いますか、まあ、ありがたく感じております。あと最近動画で挿入される音楽の方はトラックメーカーの五寸釘十兵衛って言うんですかね、十兵衛くんですよね、おそらく。まあ普段私はしんちゃんって呼んでるんですが、この五寸釘十兵衛くんは実は20年くらい前にニューヨークで知り合った方なんですよね。当時はあの私も DJ とかトラックメーカーしてまして、まあ彼も同じような感じだったんですよね。 DJ やってトラックを作ってた。ヒップホップでしたね、お互いその当時は。で一緒にマンハッタンのナイトクラブとか行ったりしてたんですよ。そんな彼のサウンドめちゃくちゃかっこいいですよね。まあ概要欄の方にサウンドクラウドのリンクだとか、まあいろいろ貼っときますんで、興味のある方はぜひ覗いてみてください。私はここ最近ヴィンテージオーディオを用いて、まあ、当時のジャズを再生するっていうこう面白さにまあハマってるんですが、彼は20年前と変わらずトラックメイキング、まあ、ヒップホップのいろんなアーティストとまあコラボとかしてるらしいんですよね。ビッグリスペクト申し上げます。というわけで今回の動画は4本目キャッチの模様と近況報告でした。また面白いことあれば動画にしていきますんで、チャンネル登録、いいねボタン、通知の方もね、オンにしていただけると大変励みになります。動画の方、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど。さようなら。